決闘以来4年余りで分裂の事態です。みんなの党の渡辺代表は、まもなく離党届を提出する枝前幹事長を除籍する方針です。で民主党では、ローソ系と保守系の路線対立、そして維新の会では石原系と橋本系の東西対立と、それぞれ火種があるだけに今回の一件は野党再編に繋がるんでしょうか。中継です。 はい、枝前幹事長らはこの後午後2時に国会近くで会合しそろって離党届を渡辺代表宛に提出することにしています枝前幹事長らとともに離党する議員は秘密保護法の採決で造反した伊出衆院議員のほか渡辺代表の党運営に反発している小野参議院議員ら現時点で11人の見込みです 枝前幹事長は、すでに離党している柿沢衆議院議員を含め、15人程度で年内に新党を立ち上げることにしています。さらに、これまで会合を重ねてきた日本維新の会の松野幹事長や、民主党の細野前幹事長と連携を図りたい考えです。これに対して渡辺代表は、枝前幹事長については除籍とし、他の離党する議員は全員が比例選出のため、議員辞職を強く迫る方針です。 今回の新党結成には大義がないとの冷ややかな声もあり巨大与党に対抗する野党勢力を作るにはまだまだ時間がかかりそうです。